と愛知です。今回はですね、プチ相談ではあるんですけど、ちょっとテーマが、いじめとかのそっちの 重たいというかね、話をしていくんですけど、自分の、チャンネル、この勉強チャンネルのユーザーの方の場ね、結構不登校の子も多くて、学校に行けてない子も多くてですね、自分がこの動画を始めた時に、そういう学校に行けない子たちにもね、その中にも勉強したいって思ってる子はたくさんいるから、そういう子たちの役に立てたらいいなという思いもすごくあったので、その現状自体は個人的には嬉しくはあるんですけど、力になれてるっていうことはね。で、そういう方たちからメールもやっぱりいただいてて、で、その中で、やっぱりいじめでね、学校に行けなくなった子っていうのは多いんですよ。で、その中でも、自分の心の弱さっていうのかな。自分が弱いからダメなんだとかさ。そう。学校に行けてないのも、自分が弱いからなんですよね、みたいな。で、その心を強くしたいとか。っていう、だからそれをどうやったら強くなれますかとかもそうだし、どうやったらもっともっと頑張れますかとか、なんかエネルギッシュに生きれますかとかっていうのも結構もらうんですね。で、自分も、中学の時に、いじめなのかな、いじめだと思ってたけど自分は。そういうの受けててさ。で、いろいろ思うことはあるわけですよ。で、このいじめのテーマっていうのは、人個々に、例えばいじめる側が悪いとか、いじめられる側が悪いとか、そこの議論にしてもそうですけど、いろんな人がいろんな思いを持ってるんでね、一概には言えないかもしれないですけど、そのメールを読んでいて自分が思ったこととか、当時思ってたことなんてちょっと喋っていこうかなと思ってます。で、プチ相談なんでプチにしたいんですけど、ちょっとダラダラ喋ってしまうかもしれないです。で、意図的に今回は編集を入れないつもりなので、変な間ができたりとかもするかもしれないんですけど、よかったら、ね、最後まで聞いてもらえたらと思います。で、まず結論から言うと、自分は強くなる必要は別にないんじゃないかなと思ってるんですよ。自分もね、33年生きてきて、そんなに多くの人と知り合ったわけではないし、外に出ないから友達も少ないしね。でも、やっぱり少なからず人っていうのは弱さも強さも持ってるもんだと思ってるんですよ。弱さだけしかないっていう人もいないし、強さを持ってる。両方ね、両方兼ね備えてるものだと思ってる。もちろんそれがどっちが多いとか、比重はね、人によって違うかもしれないですけど。で、もちろん俺自身もすごく弱いし、それはもう自覚してるからね。で、自分も昔その特にいじめられてるとか、その苦しかった時期に、強く自分が悪いっていうのはすごく思ってたの。自分が変わらないから悪いんだ。特に中学の時は俺太ってて自分が。今もちょっとポチャポチャしてますけど。太ってるし、内気だし、で、その辺なのだろうな、みたいな。だから自分が原因で全てこのいじめが起こってるんだろうな、みたいなすごく思ってたんですよね。自分のせいで、みたいな。思ってたんですけど。でも、って思わないとね、やっていけなかったんだよね、正直。いや、多分心の奥底ではそんなこと思ってないんだよ。いじめてる側が、ふざけんじゃねえよって思ってんだけど、それを表現することももちろんできないし、ね、そんなんやったらもっとさ、被害食らうから。で、自分を、だから人のせいにするよりも自分のせいにしてしまった方が楽だったんだよね。そこで完結してしまった方が。で、そうやって生きてきてさ、で、月日が経って、中学卒業して高校入って、で、それ相応に、いじめがなくなったからさ、普通の生活を送って、ちょっと後遺症みたいなの残ったけどさ、もう送ってって、今に至る感じなんですよ。でね、振り返った時に、多分その時の影響もあって、例えば人をあんまり信じれなかったりとか、こうちょっとフラッシュバックしてね、その当時の嫌なやつをガッて、ふって思い出したりとかすることもやっぱり未だにある、はあるんですよ、正直。でも、じゃあ、今自分自身は、俺自身は本当に弱いし、心が、すぐ折れるというか、もうやられてしまうのね、メンタルが。で、そのメンタルやられるスイッチがやっぱあるわけですよ、自分の中で。ある程度把握していて。でも、弱いこと、自分がその弱いっていうことを罵ってしまう。自分のせいで、自分が弱いから良くないんだって思ってしまっても、何も解決しなかったんだよね、結局。もちろんそこで何かを頑張ればいいのかもしれないんだけど、弱いっ
ていうのがあまりにも表現が漠然としてるし、じゃあ強さと弱さって何なんだっていう話になってきますよね。もちろんそれが相談くれた子みんながさ、一人一人に答えがあるんだったらそれはそれで構わないんですけど、そうでもないと思うんだよ。ただ単に弱いっていう、自分は弱いっていう風に思ってるだけだと思うんで。だから、その漠然としてる言葉に縛られてしまったら何も解決できないと思って。じゃあ、弱くてもいいじゃんって思うと思ったの。弱いことをダメって思ったらダメっていうことを改善しなきゃいけないと。でも弱いっていうことが漠然としてるから改善策が思いつかないでしょ。でも弱いってどっかで思っちゃうわけよ。弱いって思うことを止めることは難しかったの、俺自身は。じゃあ弱くていいじゃん、弱いことを認めてあげればいいじゃんっていう風に発想を変えたので、受け入れちゃおうと思って。で、そうしたら割と生きることが楽になりました。で、そうやってやっていくうちに、あ、自分だけじゃなくって人っていうのは弱さも強さも持ってる。で、人の強さと弱さが見れるようになった時に自分自身にもちゃんと強さがあるんだなっていうことも感じたの。確かに人よりは少ないなとは思う、今でも。うん、思うけど、でもまあこういうふうに、まあ、例えば勉強の活動だったりそうですけど、例えば子供たちのため、学生のために何かをしたいっていう気持ちは多分誰にも負けないと思ってるし、そこに関しては、もちろんそんなのさ、厳密に測ってたら分かんないよ、分かんないけど、でも譲れないものっていうか、そういうところがあって、でそういったところがエネルギー源になって頑張れるっていうところもあるし、まあそれは人それぞれ違うと思いますけどね。だから自分の中にはやっぱ弱さも強さもある。で、弱いところはいいじゃんそれでって、そう、弱いところがあるから強さも持ってるんだよって、弱さだけじゃないって、強さだけじゃないって、振り幅はこっち全部ガンって振れないし、こっち側にも全部振れないんだって、いつもこの辺りフラフラしてるんだって、弱さと強さを持って、物事は全部そうなんだって思って、だからそういう相談をもらうといつも思うのは、まず弱くてもいいじゃんって、弱いことを受け入れてあげたらいいんじゃないって、なんでダメなの弱かったらって、そう、じゃあ強くなりたいって思いがある子がいるんだけど、じゃあ強さって何なのかなっていう話をよくしてました。自分は多分ね、強さもね、アバウトだから表現が違うと思うんだよね。みんながもうそれぞれ、その A 君 B 君 C さん D さん分かんないけど、 それぞれが思う強さは違う。でも自分の中では、俺は人のために生きるっていうか、人のために何かをするっていうのが自分の中のこうアイデンティティというか、それをしてる自分でいることが一つのなんか支えになるっていうところがあるの。エゴだよね。これはエゴなんだけど。で、その人のためっていう、人っていう部分が自分は学生なんだよね。そう。とにかく学生のために何かをしてたいの。そう。これから今、まあね、小中高大生ですよね。大学生の。学生のみんなのためにっていう思いが強いから、じゃあその人たちのために何かができてるっていうことが自分の強さにつながるかなと思ってて。だから今でもね、まあ最初にも言ったようにすごく弱いんで、こう気持ちがズンってなったりとか、こうやっぱ落ち込むとさ、みんなもすげえ落ち込んでる時勉強とかしにくいと思うんだよ。すごいもう全然頭に入んないしみたいな、やる気も起きないしっていう。で、自分もそうで、もう仕事にしてもそうだけど、こうやっぱり落ち込んでる時とか、ズンってなってる時には頑張りにくいわけよ、正直。あ、今日サボりたいっていうか休みたいって思うこともあるし、でもそこはあまり立ち止まらないようにして、ズーンってなってる時でも少しでもいいからやろうって。そう、ゼロじゃダメだって。ゼロよりも1なんだって。1って本当ね、ちょっとのことしかやってないんだけど、でもゼロより1だよねって。一歩は前に進もうぜっていう。そういった自分の中でのルールっていうか、大事にするべきことを作っていって、で、それがいっぱいになるとね、今度またダメなんだよ。俺の場合はね。俺の生きるテーマは、とにかくシンプルに生きるっていうのがテーマで、あれもこれもっていっぱい、これあれもこれもしなきゃって思ってたらもうダメになっちゃう。そう、これをするためにっていう、もう1個か2個みたいなテーマをはっきりさせておいて、でそれを踏まえて、じゃあ例えば今日はこれをするって、あれもこれもって思ったら動けなくなっちゃうからっていう風に、物事をシンプルに考えるっていうことを大事にして、で自分の中でのルールを決めて、でそれに沿って生きていく感じにしてる。で、まあ今はね、ありがたいことに、こう、たくさんの方に、まあ、目に触れて、たくさんの方の目に触れるようになってますけど、でも、それであってさ、やっぱりこう、まあ、いいこと悪いことがあって、ね、自分のことを好きだと言ってくれる方もいらっしゃれば、嫌いだと思う方もいらっしゃるわけで、まあ、それは当然なんだよね。そう。
100人いて100人に好かれるなんて絶対に無理だからね。そんな人間いないから、この世に。そう、誰かは嫌うよ、みんなのことを。そう、でも誰かは好きでいてくれるんだよ。誰かは応援してくれるんだって、必ずね。そう、でそのためにはみんな自身がこう、みんな自身でいてほしいというか、やっぱりこう学生の時自分もそうだったけど、本当の自分っていうのが分かんなくなってくるんだよね。なんか例えばグループに所属してたりするとさ、そのグループの中でこう、そのグループにいる私でいなきゃみたいな、そう、結局合わせて生活をしていると自分の本心がどこにあるかが分からなくなってくるんだよね。あれどれだみたいな。でそうするともう自分が分かんなくなるからパニックになるみたいな。もう俺そんなんばっかだったから。そう、でもね、その分かんなくなってる自分を踏まえて、みんながこういうことを思った、合わせようと思った自分もそうなんだけど、全部自分なんだよ結局。そう、どれも本物なんだよね、全て本物だと思ってる。でまあそういった、ちょっと話がそれましたけど、まあそういったところも受け入れた上で、みんな自身がみんなのためにね、そう、もうなんだろう、自分を生きてるっていうのをはっきり分かるようになってもらえたらなと思います。でまあ本当なんだ、話がすげえそれちゃったな。編集入れるか、入れないけど、うん、でもやっぱり、一番言いたかったことは、弱いことを別に否定するつもり、否定する必要はなくって、弱くてもいいじゃんって、うん、で強くなりたいと思うんだったら、じゃあそのみんながもう強くなりたい、強いってどういう状態なのかって、でその時にあんまり上を求めない方がいいよ。うん、みんなの周りにもさ、そのみんなにとって理想の姿の方がいると思うんですよ。ああいう風になりたいとか、ああいう風に考えたいっていう。でそれはもちろん大事なんだけど、でもね、例えばじゃあみんながすごいクラスとかさ、知り合いにすごいキラキラしてる人がいるとするとするじゃないですか。でもそのキラキラしてる人もみんなが見てる状態、そこはキラキラしてても家に帰ったら違うかもしんないよ。すごいズーンって悩んでることだってあり得るかもしんない。自分もよく、まあ、こういう風にね、動画を撮ってる身なので、結構こうポジティブでこうキラキラしててなんて言ってくれるんですよ、たまにね。でもやっぱりそんな、そこはさ、こう表面上映ってるとこはそう見えるかもしれないですけど、別に家に帰って一人の時でもズーンってなってる時もあるし、みんなに全然見せれないような顔をしてる時もあるわけよ。死んでんのかみたいになってるかもしれないじゃん。でおそらくみんなが見てるその方たちもそうかもしれない。そうそう、だから人ってのは分からないからさ、いい面も悪い面もあるし、明るいところもあれば暗いところもあるしみたいな、陰と陽じゃないけどね。そう、明るいところとやっぱ闇の部分も持ってる。でそれを受け入れた上でやっぱ生きていくことが大事なのかな。それが人としての魅力につながるのかなと自分は思ってるから。だからみんなもおそらく自分の中で嫌な自分とかいっぱいあるかもしれないけど、そこをそんなに否定せずに、うん、まあもちろん否定しなきゃいけないこともあるかもしれないけどね、うん、でも否定ばっかりしてても自分が嫌になっちゃうからさ、うん、だからこうしっかり受け入れてあげて、で変わりたいって思うことがあるんだったら、どこをどう変えていくのかっていうのを一個ずつ、ちっちゃなことからね、そう、大きく大きな変化を求めちゃダメ、ちっちゃなことから少しずつ変えていったらいいっていうふうに思います。はい、ということでね、まあ自分が編集を入れないって言ったんで、編集を入れずに多分このまま流してると思うんですけど、それでダラダラちょっと話しちゃってね、申し訳なかったんですが、ひとまずまあ言いたかったことは、うん、そんなに自分を否定しないでください。